5月の色紙を貼り絵を使って作る方法をご紹介します。前半は色紙のまとめ方について、後半は各パーツの作り方についてご説明いたします。まず背景を描きます。色紙に青色で空を描きます。筆に青色の絵の具をつけたら、水気を切って筆の根元をつかみ平たくつまみます。これをスーッと横に動かしていくと、かすれたような線ができます。青色の濃さを変えて何度か描きます。空ができたら、今度は地面です。茶色の絵の具を筆につけて、今度は潰さず、そのまま横にスーッと撫でるように塗っていきます。背景ができたら、菖蒲などのパーツを貼っていきましょう。まず各パーツを並べてみて配置を決めます。配置が決まったら、支柱と紐を描きます。支柱はここではサインペンを使いました。太い方で支柱を描いて、細い方で紐を描きました。鯉のぼりが紐につながっているように描いてください。のり付けは別の紙の上でします。いらない紙で糊付けノートを作っておくといいでしょう。この金の風車の裏は白くなっていて、糊でしっかりと貼ることができます。鯉のぼりは通常の半分で裏側はありません。正外派の折り紙を使って折っています。菖蒲は5センチ角のミニサイズの折り紙で作っています。それぞれ作り方は後半に出ていますのでご覧ください。菖蒲は葉っぱの細いところまできちんと糊をつけて貼りましょう。各パーツの作り方は後半をご覧ください。色紙やはがきに貼るのにぴったりな
ミニサイズの菖蒲の作り方です。5センチ角の正方形の折り紙を用意します。裏側を色鉛筆などで黄色に塗りましょう。絵の具で塗る場合はそのまま塗ると丸まってしまいます。折り目をつけてから塗ってください。絵の具が乾くまで待ちましょう。まず2回三角に折ります。真ん中から少しずらして細長く切り取って、これを開き、黄色い部分が見えるように三角に折ります。また細長く切りますが、今度は途中までで切るのをやめます。裏返したらその部分を下に折って、細い部分を上に折り上げます。表に返して花びらになる部分を真下に折ります。花びらを開いて折りつぶします。反対側も同じようにします。これで花ができました。葉っぱは緑の画用紙を細長い三角に切ります。画用紙の長さは7センチほどです。これを3、4枚ずつ組み合わせていきます。互い違いに貼っていきます。真ん中が茎になります。花びらをめくって糊をつけ、真ん中の画用紙を挟むと花の完成です。葉っぱが余ったら少なめのものに貼っていきましょう。これをはがきや色紙などに貼ってご利用ください。正外葉の波模様を鱗に使って鯉を作ってみました。1枚の折り紙から4匹の鯉ができます。針江用なので裏側には目は張りません。まず折り紙を対角線で4つに切ります。直角二等辺三角形が4枚できます。縦に波がつながっている2枚はそのまま使うことができます。波が切れているものは裏からセロテープを貼ります。これを縦に切って使います。まず半分に折ってから先が細くなるように三角に折ります。ここで糊をつけておきましょう。波模様の丸くなっている方が尾です。鱗が丸い方に倒します。ここにも糊をつけて、ヒレになる部分を
ここで見ると上ですが、真下に倒します。頭になる部分に糊をつけたら、ヒレのところまで折ります。尻尾のところは斜めに折り上げます。これに丸いシールなどで目をつけると出来上がりです。セロテープでつないだ方も同じように折ることができます。向きの違う鯉のぼりが2匹ずつできました。波模様がちょうど鱗のように見えます。金色の折り紙で糊で貼れる風車を作ってみました。普通に折ったのでは裏がツルツルで糊で貼れません。まず2回三角に折ってください。1枚だけ折り返して三角に折ります。これを戻して真ん中に合わせて折ります。で、この折り筋の部分を切り取ります。これを開くと真ん中に四角い穴が開いています。この四角のところで内側に折っていきます。90度回して同じように折ります。裏が白くなっています。これを開いて上と下にこのように折ります。ぴったりと合わせて、そして船の形になるように折りつぶします。反対側も同じように折っていきます。この三角の部分を対角線に2枚向きを変えて折ると風車の出来上がりです。針江用の風車の方は裏返すと白くなっています。先ほど切り取った方でも小さい風車を作りましょう。開いたら角の部分の半分のところまで切り込みを入れていきます。裏返して真ん中まで折ります。これを4回繰り返します。白い部分が残っているので、こちら側から糊付けすることができます。これで大小2つの風車ができました。裏の白い部分に糊をつければ、画用紙などにしっかりと貼り付けることができます。小さい方は下に紙を引いて、先の白い部分に糊をつけます。こうするとしっかり貼り付きます。大きい方は羽の部分がくっついていないので向きを変えることができます。色紙などに糊で貼って使ってください。